します。あゆまです。よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。ライブになりましたと、はい、ということで、はい、お、俺たちが映ってる。俺映ってる。やってるからな、初めて。ちょっと黒暗いね。オッケー。お、はい、ということで、はい、危ない。危ない。あ、ごめんね。お、あ、もう 1.7 万人いますよ、皆さん。すげえ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、ということで、もうお気づきの方いると思うんですけど、あの、私たちね、髪色変わりました。すごいね、キョウちゃん。すごいね、めっちゃ変わったね、キョウちゃん。すごいでしょ。もう本当ね、めっちゃ変わったね。どこが変わったでしょう。コメントで、コメントで、コメントで教えて。みんなキョウちゃんがどこが変わったと思う。10秒後に答えます。あ、器のデカさ。器のデカさ。確かに。ありがとう。はい。ええー。ちょっとね、今ちょっとラグがあるんでね。ラグが。そうだね。うん、はい。ヒロムピンクって。ピンクです。はい、それそう、ね。ごめんね。一瞬違う人のインスタライブかと思ったって。間違いない。え、誰みたいな。しかも11人じゃないしみたいな。確かに。林のこと後ろ毛っていう人いる。後ろ毛。やめてよ。でもね。ね、髪切ってるっていう、ね、コメントが多いですね。髪切ってます。マジで、あの、どこだった？襟足を切りました。おー、後ろ毛、合ってます。後ろ毛、合ってます。すごいよ。ちゃんと正解してる。あー、よかった。イメチェンびっくりすんな。もう、でもね、結構このすごい、パネルメンバー。そうですね、素晴らしいよ。確かに。誰？え？あれ？それ、すごい。はい、アイアライのエンジェルさんと後藤拓です。待ってる。髪もう黒髪の後藤拓一回置いてきたんや。置いてきました。すごいよね。いや、ネラは本当に誰？おけるくん似合ってる。ね、あ、ありがとう。何色って言うんだっけ？俺、あ、そうだね。じゃ詳しい色は、僕、根元と毛先が黒でめっちゃ肩もんでくれるやん。根元と毛先が黒で、あと紫とピンクです。あ、三色。ね、あ、そうだ、そうなんだ。三色か。ちょっとオレンジっぽいのもあるね。あ、さっき色落ちしちゃった。色落ちしちゃった。まあ本当は三色です。すごい、いいね。入ったね。紫一色か。色なんか、そうそうそう。大変そうだね。大変そう。意外とね、めっちゃなんか残ります。普通にシャンプー。結構濃いよく入れてたもんね。そうそうそう。カーンって色入れたから。はい。匠は。俺はもうこれ色すごいっす。すごいね。何色なんすか？これ言われたんですよ。ディープオレンジって言われました。オレンジ、オレンジ、赤、赤、赤。マジで？ディープオレンジね。確かにこれ見たら赤。いや、これね、たくみすごい、あの、でもちょっとね、ちょっと落ちたんだよね、これ。ちょっとだけ落ちたけど、うん、最初びっくりしたよ。ね。でもなんか結構これ好きだけどね。本当ですか？ディープオレンジ。ね。なんか、いつも着てる服が、なんかちょっと似合わなくなって。めっちゃわかる。わかる。そう、めっちゃわかるわ。だからシンプルな方に似合う。うんうんうん。そう。わかる。イエイ。共感。MJ。あ、僕ですか。僕は。MJ も結構変わったよ。落ちちゃったんだよね、これ髪の毛結構。あのね、明るめの茶色みたいなの言われたんですけど、はい、ちょっとミルクティーっぽい感じが。ミルクティー大好きね。めっちゃ似合ってる。めちゃくちゃかっこいいよ。本当にめっちゃセクシー。めっちゃ俺も思ってるそれ。ああ思ってるそれ。本当にもうめっちゃかっこいい。ありがとうね。髪も切ってね。ね、髪切った。めっちゃそうだよ。そうそう、それでめちゃくちゃ似合ってる。めっちゃ切ったよね。いや本当にね、あのミーの皆さんね、めっちゃ心待ちにしてたと思うんで、あの本当1年半ぶりぐらいこんなに切って。やばい、 MJ 色気やばいって書いてた。うん、ね、ありがとう。嬉しい。嬉しいね。でもね、意外とね、俺が一番さ、髪染めの時間かかったよね。めっちゃ、そうだよ、めっちゃ時間かかったよ。そう、あのね、ひろとくんとたくみんとたけちと同じ日やったんやけど、その日。あ、でもこの5人が同じ日やったんやけどさ。そうそうそう、同じ日だよね。あの、一番時間かかった、なんか。確かに、意外とね、抜くのに何を、まず抜くか。あーね、あ、コメントかかって、大丈夫、大丈夫、ありがとうね。はい、ありがとう。コメントピンク。はい、これめっちゃピンクめっちゃ似合ってる。似合うよね。何ピンク？普通のピンク。ピンクです。アローラピンクとかじゃない。アローラピンクって何？なんか僕ね、どんなピンクにもきっとなります。あ、マジでいいね。色落ちしてもちょっと可愛いですね。色落ち…うん、下ね。下なんだ。下。今まで何色やってきたんだっけ？今までは
まず白でしょ。白。白やばい。すごいから。じゃあこの西くんのこんぐらいの。うん。やつね。はいはい。あとミルクティーベージュ。こういう感じもやってた。そうやったな。水色や。水色やつだ。水色やつだ。あのゴールドみたいなのやって。はいはい。でピンク。すごいわ。何だ。頭皮が無理です。本当に。頭皮なんとか無理です。ヒロマくんの髪の毛をよしよししてあげて。ありがとう。いや本当にいい。ね、ちゃんと使ってる。いや、そう。うちらは。うちらはいいやつやつ。あ、なんかコメント見たい、さくん。いや、ちょっと見たら大丈夫。あ、西くんもね。もう。僕はね、ちょっとあの、生放送とかね。昼なんですよ。それが、あんな関係でちょっと、ね、タイミングがずれちゃったんですけど。みんな待ってたと思うよ。ね、みんな待ってたろ。キムニ、キムニシでね。やばいよ。キムニシ、金髪で。めちゃくちゃ、全然石ならしいですね。嬉しいな。めちゃくちゃかっこいいわ。やばいね。自分でもなんかたまに自分の構えと一緒。誰？まだ慣れない。慣れない。慣れないんだ。え、ちゃんとシャンプーいいやつ使ってます？もうやばいっすよ。シャンプー変えましたよ。シャンプー変えました。よかった。だってもうめっちゃダメージやばいもんね。1500円ぐらいするやつ。プレゼントしましょう。でもね、意外とそういうのが髪に合ってるとかもありますから。あ、確かにね。そうなるほど。そんなにそう。ちゃんとね、いいのあったら教えてください。あ、もうちょっと逆にプレゼントしてあげたい。いえ、一回ね、シャンプーありがとう。シャンプー、ちょっと他の話もしていきましょうか。はい。インスタライブとかさ、今後やっていくってね、やっていくかなって思ってる。はい。なんかすでにあるけど、個人の投稿とかもね。はい。個人の投稿。僕もね、もうやりましたし、たけちゃんのやつ、たくみのやつ、あとはひろとくんもなんか一応ヒロナンディスさん出ましたんで。ああ、そうだね、まさやがヒロくんもね、ヒロくんもね、説明あげた。あ、説明のやつか。はい、どんどん載せよう。載せましょう。どんどん載せていきましょう。俺はね、ちょっとTikTok みたいな、こう別にもっと軽めというか、はいはい、の歌をなんか載せて、どんどん載せていきたいなと思ってます。いろんな曲を。ワンフレーズ的な。そうそう、ワンフレーズというか、いい、ね、もうがっつり別に顔を映さずに、はいはい、ただ歌だけを届けていきたいなと思います。うしい、ね、さっきのさ、そう、控室で歌ってたやつさ、ちょっと動画撮ってくれたと思って。ああいうのさ、ストーリーとかに。そうだね。俺もなんかいつもなんかね、ストーリーなんか撮ろうと思ってさ、なんかえーってっていうところしててパッて載せたら面白いじゃん。確かにね。確かに毎回寄せちゃう。地味に今日初ストーリー投稿してた竹地。そう。びっくりした。青空。ハッシュタグ。そげる。青空。どうぞ。アイライの公式の青空なの。青空。青空。青空の投稿がハッシュタグたけるな。たける。青空。青空はもうたけるのものだから。今後たけるまた違う青空載せるかもしれない。すごい。もう青空載せづらいわ。なんでや。今日はめっちゃいい天気やったもんな。そう、ね、17度ぐらいまで上がったらしい。もう暖かいよね。そう、暑いね。なんなら、びっくりしましたもん、本当に。あ、ということで、京都君もね、今日、さっき、そうです、さっき、したいことありますよね。8時に、YouTube が上がりました。はい。かずきのさん。そう、のっぽさんの、しっきんさんの、かずきさんがいらっしゃいます。かずきさんが、やってる、かずきの種っていう、チャンネルにまさやと2人で、あと振付師ののっぽさんと一緒に出させていただいたので、ぜひまだ見てない方いましたらぜひ見ていただきたいですね。今ね、そのインスタライブやる直前にね、ここでこうやってね、こうやって見させてもらったんですけど、えぐい、かっこいい、緊張しました、めちゃくちゃ。確かに、絶対本当にあれやばいね。やばいね。めっちゃ前から、もう本当にもうみたいな。確かにね、人たちばっかだったから。やばいよね、もう絶対さ、ダンスやってたらさ、神みたいな存在だ。本当よ、本当に。やばいよね。緊張して、でもちょっとめちゃくちゃ楽しかったので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。いや、盛り上がりましたね。ね、すごいよ。ということで、他に何か喋ることあるかも。藤巻とかね。藤巻誰かと思ったって。嘘つけ。マジ。ちょっとだいぶ前にしてたんで。藤巻が一番藤巻してる。間違いない。
あと5分やばっ、コメントね、どんどん拾っていきましょう。またやってほしいって、はい、やります、やりますからね。おい待って、3.2 万人見てる、すごいな、すごい、 3.2 万人ってことは本当ミニってことは、あ、ミニ、天才、天才、天才、素晴らしい、すごい。お、北海道来てくれるのありがとう、行きます、おい、行きます、おい、もう絶対美味しいもん食べる、ねえ、ほんと嬉しいね。北海道行くの俺初めて、お、初めてです、初めてじゃない、行ったことは、あります、はい、俺あのプロモーションでね、確かに毎回北海道担当、そうそうそう、いつもあの今度は11人でって言ってたからめっちゃ嬉しい、嬉しいね、やばいね、第二の地元みたいな、第二の地元みたいな、ね、いいよね、いいね、嬉しいよね、北海道、北海道やっぱ沖縄だからさ、あのめっちゃ遠いのか、そうそうそう、そうそうそう、北海道、ここ楽しみだな、そう楽しみです、めっちゃ、もうそれ終わっちゃうからね、あ、スクショタイムしようしよう、スクショタイム、スクショタイム、これはこの場所でいいのかな、スクショタイムってことはどういうポジション、うん、みんなポジション、ちょっとコメントにかぶれそうだから、ちょっと、あ、いいよ、じゃあ俺も、うん、ちょっと、あ、いいね、あ、でも、なんか家族写真みたいな、向かいにね、鏡があって、向かいに鏡があってね、ちょっと僕ら見えるんです、イエーイ、そうあるウィンクラス、ありがとうございました、嬉しい、こんなたくさん反応してくれて、ありがとう、嬉しいよ、嬉しいよね、福フェス楽しかったよってコメントもありました、ありがとうございます、いやもう楽しかったね、打ち上がった、分かった、ね、福岡フェス、もうワニマさんともね、共演させていただいて、コラボパフォーマンスやばかったね、すごい、激アツ、あのね、たくみんのね、曲振りみたいなやつあったじゃん、うん、曲始まる前にめっちゃ最高だった、うん、俺も高ぶってて、よかったよかった、すごく気持ちよかった、気持ちいいところでピーロっていう、いやもうよかったあれ、俺もちょっとレアだったもん、マジびっくりしたね、よかったよマジで、俺気持ちよくなりすぎてさ、うん、フォーシンさん復活して、あー、うん、こうやっちゃっためっちゃほんまに気持ちよくなってすごいよ、なんかさ、出てたの写真が、うん、めっちゃ俺笑顔で、小石さんも結構笑顔で、で、その後にすいませんでしたって言ったら、うん、楽しかったわって言ってくれて、嬉しいなぁ、優しいよね、さんめっちゃ、なんかもう、全然喋らないイメージあると思うんですけど、めっちゃおしゃべりでした、実は、あ、そう、実は打ち解けた、じゃあ、ほんと良かったです、うん、なんか、ワニマのパフォーマンスにも来てほしいぐらい楽しかったよって言われて、嬉しいね、ワニマのライトとかぜひ行きたいです、ね、行きたいね、ほんとに、うわ、あと3分らしいです、うわ、3分か、早いね、あ、タイ行くよって、わーお、タイもね、3月にやりますんで、皆さん、うん、稽古もぜひ行きましょう、楽しみです、タイってすごいタイだね、はい、初めてです、うん、初めてです、緊張するな、タイね、タイ語知ってる子来てる、なんか挨拶でポカンカサディカーで、ねえへへへへ、その2つがまでも一番で、なんかね、ちょっと…何それ何ですか、ほう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 、ベトナム料理だ、ベトナムやった、タイ料理じゃなかった、多分ベトナム料理やったけど、うわっ、そう、どっちやろ、ファイヤー、ファイヤー、ローソン、ローソン、ローソン、どっちや、どっちや、誰も正解は見てます、お腹下さないでねって、あー、そうだよね、まこたえね、ほんとに、そうやからね、まこたえね、お腹を気をつけない、気をつけない、関西も来てね、行くねー、行く、たくみたくみたくみだよ、あ、ベトナムって来た、あ、ベトナム、ふぅーふぅー、煽り方がすごい煽られてます、フォーだけに、フォーだけにね、うわー、でもあと1分で終わっちゃいますよ、皆さん、終わっちゃうよ、あっという間だね、あっという間、いや、もうね、この紙がね、皆さんにお届けできたことが、そこが、みんな楽しみにしてたよね、ありがとうね、この色でも好きでいてくださいもうこれからいっぱい写真送るんで楽しみにしててください飽きないでください、はいマジでいやすごい飽きないでくださいもう行かないでね飽きないでください離れないでください間違いないよいこれからもよろしくねよろしくお願いしますありがとうみんなありがとうありがとうまたもインスタライブするからまた見に来てねバイバイ Hey, I'll call神は神神は神